あ、これでね、はいはいはい、そのそういう意味だったんだ。なるさんが遠くから帰ってきた。アンジのリターン。リターン。すごいでしょ。今日はちょっとなんかね、ちょっと多分テーマ音楽が聞き取りづらいと思います。はい、どっかなんか遥か彼方から。はい。まあ事情がございまして、はい、今日はですね、はい、こういう感じのテーマ曲になっておりますけれども、はい、そうですね、後ほどまた本格的にやるかもしれません。はい。はい、本日も FM ギノワン、はい、オープンスタジオですね。ギノワンヒルズ通り。はい。県道81号線、うん、伊佐交差点から、はい、北中城の石田交差点までは、はい、県道の石田じゃないです、北中城の戸口交差点までは、はい、県道の81号線でございます。 えらい細かいですよね、はい、すみません。いいどうぞ、はい、FM ギノワンのオープンスタジオでございますね、はい、そうですね、全世界に向けて生放送中です。そうですね、はい、はい、番組ではメッセージも募集しておりますよ。はい、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、はい、また FM ギノワンでは、うん、ユーストリームで映像と音楽をネット配信しております。はい、そして、うん、サイマルラジオでネットでラジオが聞けますので、はい、FM ギノワンのホームページから見たり聞いたりしてください。はい、そうですね、ツイッターも連動しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、この番組は、はい、沖縄の今を憂い、はい、この島の誠の未来を開かんとする熱き情熱のスポンサーの方のお力添えでお送りいたします。はいはい、今日ちょっと早口だね今日ね、いろんなのがいっぱいあるので。あ、そうなんですね。はいはい、改めまして、はい、こんばんは、メインパーソナリティのなるさんです。はい、こんばんは、皆さんです。今日はね、はい、未来さん、たくさんあるんですよ、いろんなのが。ね、ちょっと長いメールもあるし、ね、ちょっと音楽止めていいですか。いいです、止まりました、止まりました。はい、はい、ということでまずコマーシャルからね、いきましょうね。いいですか。はい、CM お願いいたします。はい、これから、はい、10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、はい、はい、ですね、うん、九州地方豪雨、ね、そうね、大変でしたね。大変になってますよね。はい、依然ですね、はい、1000人以上生活再建見落とし立たず、まあ、でもで行方不明の方が21名で、はい、21名、亡くなった方が、29名ですけれども、本日なんか30人目というか、はい、あ、そうなんですか。本日のニュースで30人、うん、はい、ということですね。はい、九州北部の豪雨からですね、はい、1週間経過して、これ昨日ですね、12日、そうですね、はい、福岡、大分県では、1000人ね、はい、合計1000人以上の避難生活を1000人以上の方々が避難生活を送っているということでございます。うん、はい、そうですね、なるさん、復帰しましたね。あ、そうですか。はい、やりますか。 BGM かいやいや、もうオープニングは大丈夫です。いい、はい、はい、いいですね、はい、BGM でも書いてください、うん、じゃあね、はい、はい、そしてですね、はい、大量の土砂や流木などの影響で、うん、被害の全容がね、明らかになってないんです、まだ。あ、分からんでしょうね。はい、はい、まあ、生活再建の見通しもまだ立っていないということで、はい、はい、まあ、大変なことになってますよね。まあね、ちょっとなんかなんとなく、まあ、もう一回言ってますけど、なんかやっぱ始まりそうですね。はい、はい、そしてですね、はい、ロバート・エルドリッチ博士、はい、あの、未来さんもご存知の、はいはい、博士が、昨日ですね、フェイスブックでおっしゃってましたけれども、はい、これ昨日の段階でね、うん、で皆さん今朝東北、うん、はい、先ほど鳥取、そして昨日、はい、鹿児島など、はい、全国的に地震が非常に活発になっていますが、そうですね、ね、はい、会社の、うん、ビジネスセキュリティプランや、はい、
家用の家庭のね、うん、家用の連絡体制、うん、そして、うん、避難場所の確認はできていますかと、はい、真面目に考える時期、準備する時期が来ていますということをおっしゃっていますね。そう思います。もういつ何時何が来てもおかしくない。これ朝昼関係なく、場所も関係ないですね。場所関係ないです。来る可能性めちゃくちゃ高いですよ。あ、そうですか、はいはい、これは、ま、本当にマジな話として、本当に避難場所とかね、いざという時のための、はい、この何て言うんですか、うん、いろんな、うん、そうですね、まあ、防災用具っていうんですか、はいはいはい、それも準備、防災グッズですね、水 ね、食料、まあ、簡単な食料もそうですし、はい、1週間分ぐらいはね準備していないといけないですね。いいと思いますね、はいはい。そしてこれ NHK のニュースで取り上げていただいたんですけれども、はい、自衛隊の活動がなかなかね、うん、はい、みんな出てこないんですよ、まあね、うん、でこれはね、先週の段階ですね、これね、はい、4月6日の段階なんですけれども、はい、陸上自衛隊が、うん、1610人体制で住民の救出活動などにあたり、はい、これまでに112人を救助しましたと、はい、これ先週の話ですよ。大々的にね、あれしないとね。そうなんですよね、はい、と思います。で福岡県で400人、はい、朝倉市で200人、大分県で220人が、はいはいはい、活動していますということなんですね。はい、そうですね、陸上自衛隊ですよ、はい、そしてヘリコプター17機も出ております、はい、もう人海戦術ですから ね、もう本当に体力の続く限りというかやってくださってますから、もう大変なことですよ、ね、本当に自衛隊の方々、はい、本当に、ね、ご苦労様でございますよね、はい、本当にお疲れ様です、はい、はい、ということで、はい、この、集中豪雨、うん、ちょっとね、もう九州地方、はい、今日梅雨明けしましたけれども、あ、明けたんですね、はい、今度はね日照りなんですよね、うんうん、そうです。もうね、まあ、ちょっと言葉あれですけど、日攻め、水攻めと言われてます。ねえ、こんばんは、はたぽんさん、はい、高松ツリーさん、高松マリーさんだ、高松マリーさん、はたぽんさんいる、はたぽんさん、おりますよ、いらっしゃいますよ、こっち入ってないんだよ、はい、こんばんは、はい、日本高松マリーさんもこんばんはですね、はいはい、もう日本全国ですね、はい、まあ、どうなるかちょっと今、そうです、本当に全国規模ですからね、関係ないですよ。関係ない、北海道、鳥取、はい、鹿児島、場所柄全然関係ないです。そうなんですよね、はい、うん、ちょっとこれはだからこれね、本当にどっかで何をやってても忘れないでくださいね。いつ何時何が起こるかということに関してはね、はい、はたぽさん聞いてますよって、ありがとうございます。うちの方にも来ました。お、六角堂の地蔵さん、そう、九州南部が梅雨明けですよね、はい、南部ですか、はい、南部ですね、梅雨明けしました。鹿児島とかの辺でしょうね、はい、うん、もうね、これから今度は雨が降らない可能性もあるし ね、 そうですよね、逆に雨が降らなくて地震が来る可能性もあるしね、うん、まあ、お隣は ICBM がどの子の、まあ、後で出てくるでしょうけど、まあ、まあ大変ですよね、やってますね、うん、日本はどうなんですかね、それに関してどうなるんでしょうか、はい、ね、はい、今日はですね、はい、じゃあまずちょっと一番長いメールが重たいのからいきますかね。長いメールが入ってます。これちょっと読まないとですね、丁寧に読まないと多分聞いてる人分かんなくなると思うよ。さっき読んだの。これ誰が読みます？え、私が読みましょうか。あ、そうなんですか。いいですよ。ありがとうございます。はい、まあ、前半の全部使うつもりで。じゃあちょっと、はい、ね。そうですね。ちょっとお願いします。はい、ジノイズナンバーワンさん、はい、からのメールですね。もうね、久しぶりですね。ヘビーリスナーの方ですね。はい、7月、はい、はい。ナルさん、未来さん、そしてカリンちゃん、今日はいるかなということで。いません。過去最近カリンちゃんの声が聞けず、はい、寂しいです。うん、こんばんは、お久しぶりです。ジノイズナンバーワンです、はい、毎日暑い日が続いていま す、 ね、 すね、空調は治りましたか、治りましたよ、はい、さて今回は憲法、うん、特に9条についてメールしました、はい、少し長い、少しどころじゃない、長すぎるからお付き合いください。現行憲法が施行され早70年の歳月が経ち、うん、はい、多くの面で時代にそぐわない条文が増えてきたように思います、はい、安全保障面から見た場合、うん、自国民の生命安全、そして、あ、ゾウさんもないの、うん、そして主権国家としての領土、領海、領空など国防に関しての根本的な部分が欠落したままだと思えてなりません、うん、これ財産があるんですね。そうですね、まあ、分かった話ですけどね、はいはい、9条に関してですが、先日安倍首相が9条の条項に新たに3項目を加え、うん、自衛隊の存在を明文化させる、うん、いわゆる加憲ですね、憲法を加 え、 加えるわけですね、はい、見解を表明しました。はい、この件をタブー視せず政治目標として提起したことは勇気ある行動と評価しますが、はい、果たしてそれだけで十分なのでしょうか、
9条の 1項は戦争の放棄、うん、2項はそのための戦力の不保持とあります。不保持、はい、持たないということですね、うんうん、はい、これをそのままで3項を加えた場合、1項2項との整合性に無理があるのではと思います、うん、現行憲法は戦後の占領期に GHQ の指示により作られた憲法であり、はい、その当時は確かに軍隊を持つ必要も国力もなく、うん、ましてや独立と主権を回復した直後の混乱期や米国が巨大なパワーを持っていた時代であれば、うん、現行憲法の範疇で、内向きで自国の経済発展のみに専念し、長いな、成長を続けることだけを考えていればそれだけでよかったでしょう、はい、しかし、うん、現在及び将来の我が国を取り巻く国際情勢を考えてみたとき、はい、もうそろそろ現実に向き合う時代なのだと我々の側も覚醒すべきではないでしょうか、はい、そうですね、はい、いいですか、うん、ここまでは、はい、もうだんだん分かんなくなってきて、まだ3分の1です憲法というのは刑法や民法、商法、その他の法律の基本、はい、規範としてその上にあるものだと理解していますが、うん、だからといって未来永劫何も改めずそのままで言うとは私は思いません、はい、もちろん、うん、その理念や精神を持ち続けることはとても大切だと思いますが、はい、その内容は時代に即して柔軟に対応変化させ運用すべきと考えますが、いかがでしょうか。その通りですね、うん、そうですね、うん、まあ、日本の憲法はGHQ のほとんど素人のアメリカ人が1週間足らずで作ったという話があります、うんうん、はい、まあ、これはどこまでかどうか分かりませんけど、だから日本に全く合ってないんですよね、全然ね、はい、はい、うん、いかがでしょうかですね。そして、うん、我が国の憲法は諸外国と比べて非常に公正固いという意味です、ね、固いってことですか。公正な憲法であり、うんうん、改正手続きが煩雑で国民投票で国民の判断を仰ぐまで長時間を要します、うん、はい、しかし国家の独立と主権を守る主権を守る安全保障に関する憲法9条の改正は、うん、喫緊の問題であり、はい、拙速はよくありませんが、うん、スピード感を持った行動が絶対に必要で、またそうすべきだと思います。はい、これ半分ありましたこれね、はい、はいはいはい、まあ、とにかくその早く憲法改正しろと一言で言えば、そういうことですねもう走りますけど、 では国の独立を守るとは何か、それは国家の主権を守ることであるのは明白でしょう。そうですね、主権とは領土、国民の生命、安全、財産と公の秩序を守るのが警察組織です、うん、あ、この警察組織ってところがね、あ、ごめんなさい抜けちゃったね、これ主権とは領土、国民、統治機構、はい、各中央、地方政府の力が及ぶ地域のことです、うんうん、はい、はい、今何か言いかけましたね、どうぞ、この次ですね、国の独立は軍隊が守り、はいはい、国民の生命財産と公の法の、はい、秩序を守るのが警察組織ですっていう、はい、警察組織のに関して後からメールが来ましてですね、はいはい、警察、海保、その他の法執行機関ですと、はい、法執行機関組織のことを解説しておりました。はい、はいはい、その次、はい、どちらも国の独立を守るための実力組織ではありますが、はい、軍隊と警察とでは守るべきものが本来全く別物なのです、うん、国の独立はイデオロギーに関係なく最も大切で重要でかつ尊いものです。国民から託された政権与党の方々はその責任において今の現状を国民に生活かつ誠実に伝え、うん、現在の国際情勢や周辺国とのあらゆる問題について検討した上で、はい、この文章長いですよ、ちょっとセンテンス短くしてください。我が国の独立と主権を守るため自衛隊と警察組織の強化と憲法改正を含む法整備の必要性を反発をする勇気を持って我々国民に丁寧に説明し、長すぎる、早期の国民投票を行う準備、そしてその手続きを進め、改めるべきものは改めるというのが国民の代表としての国会議員であり、うん、政治家の務めではないかと思います。なるほど、ちょっと長すぎますね、これ文章の、うん、意図がすごい、天から天までね、はいはい、世間には護憲とか、うん、憲法改悪阻止、うん、などと声高に叫び、平和国家、東アジア友愛共同体等無責任で非現実的な空想論を語り、うん、日本を誤った方向へミスリードし弱体化させようとする抵抗勢力が存在しています、うん、まあ民進党はちょっとそこまで言っちゃかわいそうか、うん、まあでもね、東アジア友愛共同体ってどこで聞いたな、鳩山さんが言った、そうそう、日本の恥と言われた鳩山さんが言ったあれですけど、はい、それらに打ち勝ち手遅れになるような我が国の
今後のあり方と生存への道を図るため、うん、まず憲法9条の改正に着手、自衛隊は今までのような中途半端な曖昧な存在とせず、国軍と明記その立場の明確化を保障すると同時に、うん、国軍としての名誉と誇りを自覚していただき、はい、その上で有事に備える先守の心構えを強くしてもらうことが、うん、主権国家としてあるべき姿と言えるでしょう。その通りです。中韓北朝鮮と大変難しい国々を隣国に持つ地政学上、うん、避けることができない我が国の防衛するにあたっては、うん、相当の覚悟と強い信念が必要であり、はい、特に、うん、ことに安全保障関連の法整備は繰り返しになりますが気を要する案件であると確信しも、しかし結局は我々国民を代表する国会議員である政治家の見識と力量に頼るしかないのが実情です、はい、国会議員の先生方の賢明なる決断を切に望みます、うん、長くなってしまいました、すいません、また書きますということで、もうちょっと残ってるのがこれもいいですか。これね、7月8日に来たんですけど、はい、その後、うん、7月11日の火曜日に追記が、はい、追記、はい、ところでつい先日国会の閉会中審査で加計学園のこれ加計でいいんですか、加計でいいですね、加計獣医学問題を取り上げて、審議されていましたが、今そんな問題を審議している余裕があるのでしょうか。北朝鮮の ICBM 発射問題の方がより深刻で、うん、国民をどう保護するかを審議するのが優先課題であると思います、はい、これだから国会議員特に野党議員の政治家の資質に疑問を持たざるを得ないのです。与党の政治家の方々には、うん、先に述べたように国民ファーストを第一とし、無責任の野党勢力に厳しく対峙し、本当の脅威とは何かを国会で徹底的に討論するのが政治家の責務であると思います。野党議員のあまり意識のゼロに我慢できる追加しました、はい、まあ、ちょっと文章長いね、文章というかそのセンテンスが長い、一つ一つの点から点まで、はい、長すぎるからぼやけます、何が言いたいのかすごくぼやけます、はい、これ多分3分の1ぐらいに書いてくる、うん、あ、これの3分の1ね、はい、3分の1にまとめて人の水ナンバーワンさん、そう、先生が、まあ、未来先生がそういうふうにおっしゃってますので今日は読みました、全部読みましたけど、多分まあ読み方にもよりますけど、本人自分が書いた、だんだん早口になってきてましたね、自分が書いたのなんかだんだん怒ってましたよ、怒ってますかねいや、まあね、でも本当おっしゃることはよくわかります。結局、ね、政治家ちゃんとしっかりせえと、はい、命をかけてね、はい、命かけて日本を守らんと、はい、いかんでしょうかということを、まあ一言言えばそれで終わっちゃうんで、はい、はい、まあ、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、今度からこれの3分の1ぐらいにして、はい、3分の1にしたら読みます、次は3分の1にしたかったら読みません、却下します、はい、まあもう冗談ですけど、はい、じゃあですね、はい、コーナー行きましょうかね、コーナーいきなりですけれども、ちょっと待って、はい、あ、出るんでしたっけこれ、出ますよ、あ、出ます、じゃあお願いします、ちょっと待ってね、はい、ハタポンさん、救助2項と自衛隊矛盾してますよ ね、 のーーね、サントリーのコーナーで、そうです、そうです、はい、それでいきましょう、はい、自衛隊矛盾しますよね、どの条文からだっけ、今週の本当新聞、いや久しぶりです ね、 ねこれね、もうなくなったなと思いましたし、講座いきなりね、いきなり新聞に来ましたからね、はいはいはい、今週はですね、未来さん、はいはい、7月7日からいきましょう、はい、どうぞ、7月7日の金パ銀パ、金パ銀パ、これはもう私が読まないといけないでしょう、はい、もう読んでください、ね、私読むつもりだったけど、ちょっとさっきの長いの読んだんで、はい、どうぞ、コラムですね、これ、山日報の、はい、金パ銀パ、うん、はい、陸上自衛隊沿岸監視部隊が配備されて、1年余りが経過した、与那国島を訪れると、はい、配備反対や賛成の上りや横断幕は全て撤去されていた、うん、パフォーマンスですかね、ね、はい、両派が、うん、政治的パフォーマンスに、はい、これ何て言うの、浮き目をやつしていた時代は、はい、遠い過去のようで、自衛隊と共存する島としての歩みが始まっていた、はい、隊員と家族250人の転入で、はいはい、250人すごいです ね、 ね、すごいですね、島が突如、はい、にぎわいを増したというほどの状況ではなかったが、はい、小学校周辺では以前より若い母親と子供の姿が目立つような気がした、はい、いわゆる15の春で中学を卒業した子供たちが島を出ていく流れがある中、はい、高校がないんですよね、ね、はい、うん、はい、
一定数の若者が島に居続ける仕組みが存在することの意義は大きい。そうですね。そうですよね。はいはい、自衛隊駐屯地の庁舎は赤瓦屋根で、はい、ごく自然に島の一角に溶け込んでおり、はい、どこにでもある、公共施設のよう、はい、一般の町民が気軽に立ち寄れるような場所ではないことは確かだが、はい、自衛隊駐屯地という言葉からイメージするほど威圧的ではない、はいはい、自衛隊配備問題をめぐり島を二分、はい、住民を分断という表現はメディアで好んで使われるが、はい、政治的な意見の対立はどこにでもあり、そうですね、決着がつけば、はいはい、いずれ平穏な日常が戻ると、はい、うん、紆余曲折を経た、はい、新石垣島空港建設問題も結局はそうだった、はい、そうでしたね、宮原湾とか、ね、はい、白浜とかありましたよね、はい、石垣島も自衛隊配備問題の図中にあるが、はい、健全な渦中にあるが、はい、健全な議論は何ら恐れるべきものではない。あ、石垣島、そうか、自衛隊まだ配備されてないんですよね、はいはい、そうですね、はいはいはい、健全な議論は何ら恐れるべきものではない。そうなんですよね。だからその、まあ、いつも言ってる両論兵器ですよ ね、 そうですよね。お互いになぜこういう考え方を出さなきゃいけないのかというのをお互いに言った上で、はい、じゃあどっちを選びますかという、うん、まあ、リスナーの方なりその、ね、はい、住民の方なりに確認するのが、まあ、健全な議論ですよ ね、 そうですね。だけどまあ反対派の方たちは健全な議論できませんから、はい、頭は弱いですから、まあ、弱いちょっとちょっと失礼ですけど、新聞を読めとだけしか言いませんから。あ、そうなんですよね、はい、タイムス新報を読め、はいはい、タイムス新報、大変な新聞です。あとですね、はい、その7日の5面5面5枚、はい、5ページ目、はい、これね、うん、まあ、産経新聞のオピニオンなんですけれども、はい、これ中国の話題が中国、ね、出まして、はい、劉行波さん、はい、ノーベル平和賞の、あ、はいはいはい、白吉来さん、うん、白吉来さんという共産党の幹部でしたよね、はい、がこのお二人がですね、うん、獄中で肝臓がんになっ て、 いるので、まあ、これはあれでしょう、これ肝臓がミステリーだと、はいはい、ね、過去には得体の知れない注射で用心がということで、中国共産党がこのお二人に何かしたんじゃないかというのも、したんじゃないか、何かしてます、まあ、大きく乗っけてますよね、はいはい、したんじゃないかではないです。うん、はい、中国共産党は今、はいはい、秋の党大会に向けて、はい、次期指導部のポストをめぐり、はい、各派閥による権力闘争が白熱化している、はい、この時期に、うん、劉さんと劉氏ね、劉行波氏と白吉来さんが、はいはい、同時に肝臓がんになったことについて、うんうん、はい、政治的陰謀だとの見方も、うん、共産党関係者の間で浮上していると、うん、まあ、陰謀じゃなくて、だからそういう拷問というか薬物を使ってやってるんでしょう、まあ、この前もね、アメリカの青年がね、はいはい、そういうふうになってしまいました。もう それも 100% そうでしょうか、どう考えても、はい、まあ、こういう話題もですね、はい、まあ、AM 日報だから、そうですね、載っていますよね、まあ、これは産経新聞ですけどね、はいはいはい、産経だから載ってることですね、はい、そして、はい、7月9日を見てください、はい、7月9日久しぶりにですね、うん、第4面4ページ4ページ目に、はい、在京を終える悲しみの日、おお、来ましたね、はい、金地さん、金地エリカさん、はい、エリカさんが久しぶりに書いてありますよ、はいはい、不発弾処理と、はい、化学、域化学兵器処理、うん、はい、これはちょっと読みましょうかね、どうぞ、少しね、はい、金石理香さんね、これ在京 OL 悲しみの日、はいはい、コラムですよ。現在沖縄には推定2000トン余りの不発弾が眠っています。ほう、72年前、はい、沖縄戦で20万トンの爆弾が使用され、はい、不発弾として地中に残された爆弾は約1万トン、はいはい、回収は現在も続いておりますが、はい、地中に生まれた不発弾を全て回収し終わるには、はいはい、あと70年の歳月がかかるとも言われています、うん、はい、あと70年 ね、 すごいですよね、はいはい、不発弾が見つかるのは建設工事現場が圧倒的に多いと言いますが、はい、畑や民家の下に見つかることも珍しくありません、はい、発見された不発弾は県警の通報を受けて、はい、陸上自衛隊が処理しますということなんですよ、はいはい、これね、うん、まあ、沖縄のこの何ですか、地下、うん、地下の地下街ですかが発達しないのは、うん、不発弾があるからというお話もこれに載ってます ね、 れね、これではその那覇とかも同じってことね、同じでしょうね、はいはい、やっぱりね、あの辺もね、不発弾いっぱいあるはずですから、はい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 、あの例えば泊港の方から艦砲射撃で首里城に向かってこう撃ってる間に、
途中途中に落ちてますので、だから新都心とか多かったですよね、うんうん、ね、大変ですね、はいはい、まあ、詳しくはですね、はい、時間がございませんので、ああ日報7月9日これで終わり、はいはい、読んでください。これ中国の化学兵器の話も載ってますよ、うん、そうですね、中国の化学兵器に大量の予算が、はい、使われてますけれども、はい、沖縄のね、ファースタン処理にも予算をたくさん組んでくださいみたいな感じも書いてあります、はいはい、積極的に取り込んで、うん、取り組んでほしいと思いますというふうに書いてありますね、はいはい、残存するファースタンは県民の安全を驚かし続けていると同時に自衛隊にかかる負担を増やしています、はい、そして沖縄の開発と発展の大きな妨げとなっておりますということですね、はいはいはい、その通りでございますね、はい、奈良さん全然話違います、ちょっと 1,2 分いいですか、うん、どうぞ。イギリスとかでめちゃくちゃ公園が多いでしょ、公園、はい、なんで公園が多いか知ってます？え、なんでですか？これはイギリスとかもあちこち公園が多いで、地下にシェルターがあるとか、違うです、地下に、うん、ペストの時代、十何世紀かペストの時代に亡くなった方の遺体が、ご遺体が埋まってる、でそれ掘り返せない、うんうんうん、掘り返すとまたその病原菌が出てくる、うん、死なないんです、要するに埋葬してるわけですね、はい、土葬だから完全土葬だから、それをこう剥がして何かを家を建てるためにする、はいはい、そういうやろうとするとそれがまた前に出てくるという、なんかへちょっとさっきの話聞いて関係ないんですけど、もしイギリスで地震が起きて、うん、ね、うん、地面が割れたりなんとかしたら大変なことなんですね、うん、結構やっぱり大変みたいですよ、そういうのが。だからイギリス公園が多くて、うん、その公園しか作れない、あ、なるほどね、という話を聞いたことがあります。あの建物は作れないということですね、はいはい、そこにね、はい、あ、なるほど、はい、すみません、話がちょっとそれましたけど、いやいやいや、ですね、うん、ちょっとあのいつものくにちゃんからメールが来てます、ね、ありがとうございます、はい、お二人さん本日もこんばんは。こんばんは。大阪発テレビで、うん、そこまで行って委員会を、はいはい、沖縄の新聞を取り上げていましたね、八重山日報の話も出るのかなと思ったんですが、そこはスルーでした、うん、何はともあれ頑張ってください。くにちゃん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。男マークがついてます。くにちゃんという名前のあたりにあの男性のマーク、おうおう、矢印のついた、ありがとうございます。いつもメール、ね、いつもありがとうございます。毎週いただいてますね、はい、まあね、このくまもんさんもせっかくはたぽんさんもいろいろさっきのジノイズナンバーワンさんの難しいメールの答えというか書いてますけど、なんて書いてるかな、はたぽんさん、9条2項と自衛隊は矛盾します。そうですね、どのような条文を加えるのか、おうおう、うん、加える新山なのか謎です、うん、高松マリーさんがガナハさんのお題にちょっと触れましたって言ってます。これあれか、そこまで言っていいかですかね。あ、そうなんでしょうね。今日はね、はい、朝8時の虎ノ門ミューニュース、はいはい、SC シアターの、はい、それであのオール沖縄の話してましたね、那覇市議選。そうなんですね。あ、そうそう、市議選はね、ちょっと面白い結果に終わりましたね。与党過半数割れ、うん、面白い、はい、あれ、これ7月11日の新聞ですよ、はいはい、未来さん、はい、小野川県政、白間市政に打撃、はい、ね、任期満了に伴 う、はい、う9日投開票の那覇市議選ね、はいはい、定数40名、うん、はい、ね、はい、小野川さんを支持する、うん、勢力が20人から18人に後退し、うん、過半数を割りました、はい、面白いですね。ということで、はい、宜野湾市長選、はい、宮古島市長選、はい、浦添市長選、うん、串川市長選、はい、で那覇市議選、はい、オール沖縄負けましたね。全滅でございます。来年は、はい、名護市長選がございますので、はいはいはい、まあ、どうなるかちょっとよく分かりませんけれども、ね、もうオール沖縄完全に崩れましたね。オール沖縄は、まあ、もともとないですから ね、オールという沖縄はありませんので、これは、はい、あの相手が勝手に言いたい放題言ってるだけで、はいはい、でこのなんとですね、はい、この八重山日報両論兵でございますよ、はい、その日の7月11日の、はい、第6面に6面、はいはい、知事次男雄二氏、はい、涙の初当選。小野川知事の次男さんがですね、通ったんですか？通りました。結構票取ってますよ。そうなんです。2番目に4163票、1番目の奥間さんが4329票ですから、はいはい、いわゆるですね、はい、票取りすぎ、うん、取りすぎです、はい、分けることができなかったのね。そう、ね、そうなんですよ。だから同じ会派の人たちに分け与えた方がいいんですけど、ね、取りすぎましたね、うん、残念でしたね、はい、そして、はい、奇跡、元救難パイロットの大山隆夫さん、奇跡、はい、この方通ったのが奇跡なんですか？通ったのが奇跡なんですよ、はいはい、あまりね、選挙運動もされてませんし、はい、とにかく
はい、あの選挙違反はしてません。あ、なるほどね、全然、はいはい、ね、大山隆夫さん36歳、はい、航空自衛隊のですね、救難ヘリのパイロットだった経験を生かして防災対策や地域活動の促進を訴えて初当選いたしました、はい、ね、なんかこの写真だか見たことがあるしか何か入ってるね名前は言いません。補定さん、補定さんがいますね。なんか言いますね。あ、なるほどね、本当ですね、はいはい、ということで、はい、あの那覇市長選オール沖縄に打撃という風に感じで解説もしておりますよ。はい、はい、解説、うん、ね、共産党でも多いですよね、ね、7名ですか、ね、はい、まあしょうがないですね、これはあの 市長からしてそうですから。あ、そうですよね、うん、そういうことね、まあそれはもう、はいはい、共産党の票は減らないんですよ。お、もうあのがっちりこうなんていうか、なるほど、固まってます、固定票なわけですね、はい、固定票です、はい、生活とかに関してね。来年は名護市長選挙、その後に県知事選がございます。はい、はい、これはねどうなるかね、楽しみでございますよ、ね、はい、もうオール沖縄はもうやめてほしいですね。ね、もうないですか。で、名護市長もですね、はい、宮里さんという方が、はい、あの何ですか、はい、出馬するという話があったんですけど、はい、正式にお断りしましたね、この方ね。あ、そうなんですね、はい、北部医師会の副会長の方がいらっしゃいましたが、はいはい、あの熊本健さん、そうそう、はいはい、鶏肉持った人ね、名前なんだったかな、ね、砂川信彦さんね、はい、私知り合いなんですけれども、あ、落選ですよね、はい、あの鶏肉持ってると学校給食にステーキ用の砂川さん、そう、ね、この FM 技能案の2階 の、 その上の3階で、あのファイブフィンガースという実業家の方ですね、はい、5本指シューズの販売店をしてましたけれども、はいはい、メック食といってね、卵、肉、はいはい、何でしたか、チーズ、チーズ、ね、の、うん、食事療法されてる方ですね、うん、あんまり、あのあれ思ったより票が伸びなかった、ね、444票でした。そうです、ね、はい、残念でしたね。私の知り合いも出ましたけど足りなかった。でもその人よりか、はいはい、600、いやいや、もっと900でしたっけ、はいはい、その前後行きました、はい、まあね、もちろん私の知り合いのお母さんが出てまして82歳のな何秒でした、600、まあ、何秒っていうのはちょっとね、はい、まあ、そういうのがあの目的ではないんですけど、そうですね、ただやっぱりあの投票率が 51% ぐらいですか、これ低すぎますね、あまりにもね、やっぱり関心がない、うん、ちょっとこれ寂しいですよね、うんうん、はい、これやっぱ、まあ、60とは言わないけど58とかね、9とか、うん、ね、いけばもっといろんな形で、そうそう、変わってたと思うんですけど、60いけば全然違いますからね、うん、はいはい、若い人たち ね投票に行っていただきたいと思います ね、はい、そうですね。さて、はい、ちょっとブレイクタイムを置きまして、今日曲をかけたいんですけれども、今日の曲をね、はい、もう皆さんご存知のユーミンの、はい、コバルトアワーという曲なんですが、はい、コバルトアワーは1975年、75年ね、はい、はい、のコバルトアワーというアルバムなんですけれども、はい、今日はですね、ユーミンが歌っておりません、はい、誰が歌ってるんですか、これを聞いてください、聞いてみましょうか、はい、コバルトアワーでございます、かけてみましょう、はい、よろしく。1960年へバックミラー海水に込まれてく散りばめられた光の中へ港へ続く高速道路海を流れるミルキーウェイさ海の匂いの冷たい風が白いベルジー包み始める夜明けの金星消えゆく空はコバルト真夏の桟橋に浮かぶ朝焼け
いいでしょ、いいじゃないですか。ごめん、私この歌あんまり覚えてない多分ユーミンが歌ってるのを聞くなんてのかでしょ、なんか一緒にユーミン歌ってるの聞きました。いや歌ってるのは分かるんですけど、あんまり覚えがないですね。あ、そうかそうか、はい、クバルトアワーっていうこれアルバムのタイトルでしょうね、はい、1曲目でしたね、うん、確かね、はい、ね、日本高松里さん、メック職腎臓疾患がある方は医師に相談をって、その通りですね。あ、なるほどね。病気になる方はあんまりやっちゃいけない。そうですね。でもお医者さんがね結構提唱してるんですよね、うんうん、元気な方はいいんですけどね、はい、まあ、元気だとのちょっと私もですね、はい、そういう感じでメックを中心にやってますけれども、はい、まあ、あまり糖質を取らない生活をね、うん、まあ、それが、まあ、いいとは言いますね。あまりですよ、はい、うん、全然じゃなくてですね、はいはいはい、そしてですね、はい、未来さん、はい、7月13日今日のですね新聞すごいですよ、はい、素晴らしいです今日の新聞、今日の新聞、はい、7月13日の第1面、はい、もうねこれ、うん、八重山日報だから一面に来ますね。これ南シナ海、はい、したたか中国深まる懸念、はい、法の支配無視、周辺国翻弄、うんうん、本草でいいのこれ。本草。はい。本草、これだ。本草から。本草。本草。本草。そうか。はいはい。本草からどっちだろう、はい。独自に引いた境界線。はい。球団線っていうね境界線を引いてますね。うん、これも地図もあるんですけれども、勝手にね、はいはい、南シナ海に線を引いて、はいはい、ほぼ全域に歴史的権利があるとした中国の主張をですね、はいはい、国連海洋法条約に基づく仲裁裁判所が否定して1年を経ったけれども。はいはいはい、中国のしたたかな工作に周辺国は翻弄され、うん、はい、翻弄だね、翻弄され、軍事拠点化が進む、うん、はい、国連安保保障理事会の、うん、安全保障理事会の常任理事国が、はい、中国のことですよこれ。そうですね、安全保障、はい、安保、はい、安全保障理事会の常任理事国の中国が法の支配を無視する事態、あそこ法ないですから ね、はい、放置すれば国際秩序が成り立たなくなると、はいはい、日本外務省の幹部は、はい、おっしゃっておりますね、はい、懸念が深まりますというのが一面、はいはい、これはね今日の、ね、一面は画期的ですよ、はいはい、すごいですよ。でこの下に、はい、尖閣周辺に7日連続、うん、中国船、はい、と書いて、これは写真入りですよ、うん、写真入り、あ、写真入ってますね、はい、そうですね、はいはい、4隻は機関砲なようなもので武装した、うん、ようなものですか、はい、ね、機関砲でいいんじゃないですか、ね、そして、はい、大事な大事な、はい、提言がございます。これ左側提言、はいはい、吉江さん、はい、ヤンキー先生ね、はい、ヤンキー先生の、はい、文科省、うん、文部科学副大臣の吉江、これ康介さんって呼ぶんですか、吉江さんは、康介さんでしょう ね、はい、吉江さんが、これ書いてあります。これは本当大事ですね、読みますよ、はい、現在ヨーロッパで連日のようにテロが発生しております、はい、これなんて言うの、ん、無垢な市民の平穏な日常の暮らしや、はいはい、で奪い去る卑劣なテロは現在、うん、グローバル化の進展に伴い、はい、どこの国でも起こり得る世界的共通の課題として共有されており、はいはい、世界の国々はテロを未然に防ぐために国境を、大陸を、海を越えて情報共有をはじめとする 連帯を強化しております、はい、情報共有ね、うん、はい、そして我が国は、はい、うん、なんと世界187国の国や地域が締結している国際組織犯罪防止条約の蚊帳の外におりますと、うん、ね、そうですね、これ入ってないんですよ、はい、入ってないですね。締結の前提となるテロ準備罪等を定める国内法が未整備であったためです、うん、これがなかったからこの条約に入れなかったと、はい、日本はね今まで、はい、うん、これまでも何度となく幾度となく立法の動きがございましたが、はい、レッテル貼り、はい、印象操作ばかりが横行して議論が深まらず、これ 、うん、誰のせいでしょうね、レッテル貼りとか ね、はい、印象、はい、反対派ですね、はい、いわゆるね、はい、深まらず制案を得ることが叶いませんでした、はい、ならなかったですね、これね、はいはい、世界の真ん中に位置する海洋国家日本、うん、そうですよね、うん、世界との貿易においては圧倒的な優位性を持っている反面、うん、海の向こうから流入し続けている覚醒剤等の違法薬物など、うん、どれほど税関、警察、海上保安庁、はい、自衛隊が昼夜を、分かたず、はい、警備に当たっても、はい、
水際対策ではどうしても隙間が生じてしまうのです、はい、そうですね、はい、そしてワールドカップ、はい、オリンピック・パラリンピックを間近に迎え、はい、間近に控え、はい、もはやこれ以上の先送りは許されない、はい、 そうですね、そんな決意から我々は、はい、TOC 条約、ね、国際組織犯罪防止条約ですね、はい、の加入の前提である、はい、テロ等準備罪の草案を含めた組織犯罪処罰法改正案を国会に提出し成立いたしましたということを書いてある。これ分かりやすいですよね、結局ね、これも本当に国際的なテロにあれするため の、 あの今回のね法案ですよね、可決されましたよね。だからね、あのよく反対している方々がね、一般の市民がねこれで捕まってしまうみたいな話してますけれども、うんですね、悪いことを考えようとして考えてる人とその準備をしてる人しか捕まりません。そうなんですよね、はいはい、この後ろめたい人は捕まりますよ、うんうん、そうそうそう、気をつけてくださいね、はい、そうですね、はい、はい、いいですか、はい、いいですよ、今台湾さときちさん、さときちさんでいいのかな、はい、あの、メールが、メールというかメッセージが来ました、はい、これね、あ、面白いな、こんばんは、 私は単身赴任で東京にいるのですが、久しぶりにかみさんと台湾でお茶を飲みました。かみさんが最近あんた何してんのと聞くので、うん、FM ギノワン聞いてるよと言ったら沖縄に興味あるわけと切り返されてすぐさま、うん、八重山日報を読まないと、知らない間にかみさん変わってた、どう、すごいですね。え、何、奥さんが八重山日報読んでるってことですか、うん、でしょうね。お、これマジの話です。ちなみにかみさん、うん、朝日新聞の受付嬢をやってたそうですけど変わったもんだ。あ、そうですか、ありがとうございます。やっぱりね、沖縄、まあ、もしくは台湾もそうですけど、この場所に住んだりすると、奥さんも台湾にいらっしゃるのかな、さときさん台湾にいらっしゃるかどうかだけ、返事ください。奥さん、現場にいたら、まあ、そのもちろん無関心の人も山ほどいますけど、そうじゃない人もいます。沖縄に住んでるとね、はい、沖縄に住んでみてください、ね、台湾でもそうですけど、そして、ね、あのネットをやればね、はい、そうそうそう、はい、新聞はちょっと八重山日報しかないんですけれども、はいはい、ネットをググるとですね、うん、はい、今日もですね、ちょっとね、うん、はい、ツイキャスがあるんですが、はい、どうぞ。これボギーテトコンさんという方が、ほうほうほう、テトコンさん、ね、はい、チームイージスって書いてますね。おー、イージスね、これツイキャスですよ、はい、13日午前8時過ぎ、はい、米軍キャンプシュアブゲート前で座り込む人たちが、うんうん、簡易テントを設置すると、うん、道路に、うん、県警が道路にテントを設置することはできません、撤去してくださいと呼びかけました、はい、テントを設置した人は、はい、救護のためだと反論しましたが機動隊が出てテントを叩きましたって書いてあ、か、まあ、かわいそうにだけどしょうがないわねこれ ね、で、あのボギーさんがね、はい、当たり前です、違法は違法、判決無罪って思ってるところが痛いって書いてありますけれどもそういうことなんですよ沖縄は、うんうん、そういうところなんです。そうそうそう、現だからその現場に行くとね、もうちょっとあれ、 なんていうんだ、別世界というか、こういう世界があるんだ、ちょっとおかしいですよねという世界を私も何度も経験しました。そうですか、はいはい、昔というかちょっと前、ね、で毎週木曜日にお伝えしてますけれども、陸上自衛隊活動実績、はい、実績、ね、どうぞ、今日現在、はい、ファスザン処理が13件、13件ね、はい、先ほどありましたね、はい、累計36,375 件、はい、はい、すごいですね、この45年間でね、はい、復帰して、で今日はなんと、はい、宜野湾市でファスザン処理終わったんですね、自衛隊、陸上自衛隊、はい、第15旅団がね、はい、どこであったんですか、どこでは書いてありませんが、宜野湾市で、はい、ファスザン処理しました、はい、これね、もう一つ間違えるとね、あの命に関わり合いますからね、うん、これちゃんとね、はい、出勤人数は処理班、うん、処理班長以下3人、不発弾は 4.5 インチロケット弾1発って書いてありますね、はいはいはい、そして、はい、緊急患者給油、給油な、今月3件、空油、はい、はい、空油、ごめんなさい、はい、3件で、はい、3人ですね、はい、これ毎日八重山日報には載ってますよ、うん、はい、まあ、タイムの新聞さん載せないですからね、はい、具体的に自衛隊は、はい、うん、さっきも言いましたが、はい、名護市長選宮里氏辞退へということですね、はいはい、誰が辞退した、宮里さんという方が、これどっちの人なんですか、ですね、保守派の方ですね、元県福祉保健部、うん、部長、うん、宮里達也氏ですね。私ね、宮里さんって言って、病院関係ということで、はいはい、もしかして宮里病院の宮里浩一先生かと思ったんですよ、あの、遊園地ホテルとか経営されてる院長先生と思ったんですよ、はい
ではない、うん、あの方だったと思って、あ、これは当選するなと、うん、はい、すごい人が出たなと思ったら、うん、全然違う方でしたね。そうなんですね、はい、でもやっぱりあれだよね、あの名護市長選も本当に保守の人がちょっと頑張っていただいて、そうそうそう、やっぱりひっくり返していただきたいですよね。前回の島袋さんなんかいいんですけれどもね、うん、はい、島袋さんもね、あ、本当に、うん、あのまあ、もちもういろんな事情はあるでしょうけど、ね、ちょっとひっくり返していただきたいです ね、 そうですね、今 の、 あの先ほどの、はい、那覇市議選のね、オール沖縄はもう跡形もなく消え去った、うん、まあ、沖縄で、はい、まあね、沖縄の人はご存知ですけれども、はい、11市長のうち、はいはい、2つの市長だけがオール沖縄と言われている市長 で、 で、はい、あとの9つの市長さんは、はい、皆さん、はい、チーム沖縄というか保守派の、ね、そう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 方で、名護と那覇だけ が、 がそうなんです、だから本当に、ね、ハーフ沖縄よりもっとちっちゃい、ね、そうそうそう、そうなんですよ、本当に隅っこ沖縄みたいな、そういうところをマスコミは言ってくれないんですよ ね、はい、ね、言わないですよね、うん、だからこうパッとね、あの県外の人たちが聞くと本当に沖縄はそういう、まあ、左翼って左派的なあれ勢力が全部覆い尽くしてるようなイメージ持ちますけど、はい、2つだけです、那覇と名護だけ。ただね、はい、未来さん今日も虎ノ門でおっしゃってましたけれども、はいはい、沖縄はね、四国も本当になんかね、うん、健全、健全、この那覇市議選を見ても、あ、健全、東京よりも、ね、沖縄の方が健全ということ で、 で、若い人たちが新聞読まないで、うん、インターネットすごい沖縄普及してますので、うん、ね、確かフェイスブックは、ね、沖縄すごい、うん、あ、そうらしいですよ、そうなのかもしれませんね、はいはい、ですから、はい、若い方々からもう正常な情報が、はい、ちゃんとした情報が入ってきてると、とにかくもう、うん、もうね、新報タイムズがいかに嘘をつこうが、うん、デタラメとかね、捏造やろうが、はい、若い方たちはもう騙せなくなってますね。そうなんですね、まあ、おじおばあは仕方ないですけど、まあ、ただおじおばあの方々が選挙に、ね、はい、うん、行きますからね、連れられてこう引っ張られて、うん、ね、乗せられていくのちょっとあれですけど、あの畑本さん、名護はガーナハパパ祝つばとかと書いてます、パパね、まあ、そのなんか流れももしかしたら出てくるね、かもしれませんね、はい、高松つりさん、めぐみさんとのが、ね、あのね、喋り方似てますよ、似てるの、うん、あの、あ、お話の仕方が似てる、そうなんですか、はい、あの、あ、そうね、顔は全然違いますけど、はい、姿形は違いますけれども、はいはいはい、お話の仕方がね、ガナパパさん似てますよ ね、 そうなんですね、最近は妹ちゃんも出てきますよね、あ、そうなんですか、私あんまりごめんなさい、あのお姉さんの方もよく、あの一応ね、報道の分は知ってますけど、個人的にはよく分からない、はい、そういえばなんか、はい、その報告会が3月の15土曜日にね、3月、はい、あ、ごめんなさい、今月の、うん、15日に、はいはい、ガノハさん、雅子さんと与田さんの、はい、あ、与田さんね、はい、あのこの前のジュネーブの報告会があるということですね、はいはい、確か15日でしたよ、で、23日でしたっけ、はい、ロバート博士のそうです、ね、と中山京子先生のね、うんうんうん、講演会がございますね、ロバート博士にも出演要請ちょっと個人的にしてるんですけどね、はいはい、あ、そうですか、曜日が合えば、うん、もう出てくださるのは言うまでもないというお返事までいただいてます、 ありがとうございます、はい、お忙しいですからね、あとね、与田さんももしね、うん、ご縁あったら呼びたいですね、そうですよね、はいはい、今の未来さんがお呼びしたい方は、はいはい、中原城さん、中原城ナンバーワンですね、誠さん、はい、ロバート・エルドリッチ博士、はい、与田さんですね、はいはい、中原城さん本当に来てくださいね、そうですよね、熱いラブコールをしてますんで、はい、やろうが、よろしくお願いします。ね、はい、あの、湯沼市にお立ち寄りの際は、そうですね、木曜日毎週やってますので、はい、生放送でね、はい、ぜひ、FM 湯沼湾でもまでね、ちょっとメッセージ送ってみようかな、マジで。あ、いいんじゃないですか、ね、はい、いいんじゃないですか、はい。ね、はい、はい、ということで、そうですね、CM いきましょうかね、そろそろね。今日も、ちょっと、もうちょっとありますよ。ありますか、はい。何、はい、かありますか、うん、やっぱりちょっとね、沖縄も本当に暑くて、突然の雨が来たり、まあ、これ夏の天気の特徴的なものなんですけど、そうですよね、やっぱりさっきのね、あの集中豪雨とか日照りとかを見ると沖縄両方あるじゃないですか、雨と日照り、そうですよね、積乱雲がね急に発達してるんですね、はい、すごいですよね、雷いきなりすごいですよね、これあの、うん、雨雲ズームレーダーにも乗らないぐらい急ですから、はいはい、ものすごい早いですよね、はい、突然これもう来ますからね、だから天変地というかちょっとやっぱり、まあ、ちょっとね、異常気象が始ま、ね、まあ、ずっと始まここ何年も始まってますけど、うん、もっと具体的に起きるという話もあります、あ、まあ、ある筋の話を聞くとね、あ、そうなんですか、だから本当に最初言いましたけど、あの我が町にもというか、あの全く無関係のあれではないので、はい、だからね、あの皆さんもね、心の準備っていうんですかね、はい、であのちょっとあと1分だけ、福岡の方でね、その妊娠されたお母さんと、それからそのお母さん、はい、
とその子供さん、お腹にいる子供さんと、うんうんうん、それからちっちゃな子供さんと4人か、はい、亡くな同じ雨の隣に亡くなられたっていうニュースを聞いて、もう本当にね、神も仏もないものかみたいなことをおっしゃってました。もう本当にやっぱり地元の方にとってみればその通りですよね。当事者、その通りですよね、はい、だからやっぱそういう、はい、一人でもそういうのを巻き込まれないように、うん、やっぱりいろんな形でこの国の在り方も正していけたら、ね、なと思います、はいはい、あ、そうそうそう、はいはい、7月の15日はですね、はい、浦添市の社会福祉センターです。田中大人の社会福祉センターで、はい、ガナハマツコさんと15日、あさって、はい、与田啓司さんの、はい、これシンポジウムですか、報告会です ね、 ですね。これ13時半から1時半から入場料が500円、500円、はい、はい、13時半、はい、1時半からで開演が2時ですね。15日土曜日です。土曜日、ね、土曜日ですので。わかりました。はい。はい、行けたら行きたいです、ね。あ、はい、また仕事だ。はい。はい、それと、はい、7月の29日です。ロバート博士と、はい、中間京子先生の、はい、講演会。7月29日、ね、サザンプラザ開放土曜日。これもぜひ行ってくださいね。1時から会場、はい、1時半開演で、はい、これは無料でございます。無料。はい、テドコンさんが司会ですね。あ、ボギーさん司会、7月29日土曜日でございますよ。わかりました。皆さんお願いします。はい、本当土曜日と、それから次の土曜日ね。そうですね。ぜひ行ってくださいね。よろしくお願いいたします。はい、じゃあコマーシャル入ります。はい、はい、6秒前、5秒前、4、3、まあエンディングですね。はい、まあ、今変わらず沖縄危ない状態が続いておりますよ、うん、ね、そうですね、まあ、さっきも言いましたけども、違法な基地反対活動家たちをですね、はいはい、平和団体として持ち上げるマスコミの方々ね、はい、うん、はい、そしてこの前の選挙の出てました屋良長治さん、はい、琉球独立を真剣に進めている、ほとんど票を取れなかったですね。そうですね、団体とだから、うん、はい、そこの後ろにいる国というのが気になりますけれども、はい、まあ、中国がねついてますから、まあ、そういう、ね、ことも含めまして、はい、新しい新聞、はい、八重山日報、うん、沖縄本島版、はい、これね、僕八重山日報っていうふうに書いてあること、うん、書いてある、まあ、そう、なんですか、名前が変わらないっていうのは、うんうんうん、あれじゃないですかね、うん、八重山から発信せざるを得ない状況だと、いう、なるほどね、で切羽詰まった状況だということを訴えてるんじゃないかなとも、なるほどね、ね、思いたくもなりますよね、はいはい、沖縄本島がいかにこう、うん、はい、偏った新聞にまみれてるかということですよね、うんうん、そうですね、はいはい、ということで今日はいかがでした。今日も未来さん、結構吠えてましたね。もういろいろね、はい、もう言いたいことすいません、言いたいことを言わせて、まあ、この番組のせいが唯一の、うん、まあ、権利というかだと、個人的にはね、まあ、ジノエスナンバーワンさんは3分の1にしてくださいということですよね、はい、ジノンさん何もというか来ませんでしたね。あ、後でメールが来ますよ、私。すいません、言い過ぎましたということで反省をしておいてますね。いやいやいや、でもやっぱり本当にいろんな方がいろんなことを言ってくださる、高松理さんもそうだし、畑さんも、ね、はい、あとメールの方もね、うん、はい、ありがとう、台湾のお話ちゃんもね、里吉さんも、はい、地蔵さんもね、ありがとうございます、ありがとうございました、本当に、来週この番組あるかな、なんか毎回最近そういうこと言ってますね。いやいやいや、それはどういうあれですか。それはですね、体力的なものですか。あれですよ、だからいろんな天変地異やらそういう災害があって、ね、この放送局がね、うんうん、まあ、この前はヤールでちょっとあれでしたけど、そう、ね、今日もちょっと、はい、前半トラブルがありまして、はい、ありましたね、曲が出なくて、はい、タブレットの YouTube から、はいはい、オープニング流したんですよね。最後にオープニングかければよかったね。いやいやいや、終わりながら始まるという、まあ、ハプニングもね、はい、生放送だから、ね、ございますけれども、はい、それもこれもね、はい、生放送の醍醐味ということですね、はい、お許しくださいね、はい、ということで、はい、本日も放送は、そうですね、やろう2人ですけど、ね、かりんちゃんはなかなか、ね、お忙しいみたいですんで、そうなんですよ、はい、
ずっとお忙しそうですね、はい、まあでも永久欠番ですからね、はい、それはそれでいいかな、まあ、時間がございましたらまたね、はい、また来てくださると思います。はい、残り30秒を切りました。はい、はい、琉球タイムズとか沖縄新聞に名前を変更しましょうっていう、はい、はたぽんさん、なるほど ね、 ね、はいはいはい、いやいやいや、うん、まあね、でもね、部数は減ってますよ、はい、両方とも、はい、もう減ってます。もうあの新聞としての機能はほとんどないんじゃないですか。はい、また10もう10秒切りました、はい、ということで、はい、また来週お目にかかりましょう、はい、なるさん、未来さんでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あ、終わった終わった、途中で切りましたね、今日はね。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。まあ、それなりにやろうと思ってる。そうですね、どう？